さあこれからのステージ皆様お待ちかね、とっても素敵なゲストのご登場です。お呼びいたしましょうね。まだお呼びしませんね、はい。歌手の岡本京太郎さんのご登場なんですけれども、京太郎さんここ岩国市のご出身、岩国市観光大使も務めていらっしゃいます。今年所属するレコード会社を日本コロンビアに移籍されまして、本名の岡本京太郎に改名をされました。歌手であり、そして舞踊家としても大活躍されていらっしゃいます。さあここで登場していただきましょう。岡本京太郎さんです。はい、はい、そばに行かせていただきまして、拍手と同時に後ろから地響きのような音がしたんですけれども、これは拍手と同じと捉えてよろしいですかね。あ、これですよね。嬉しい、なんか今日は紅白歌合戦みたい。うち嬉しいですよね。今日もまた素敵なお召し物で。ありがとうございます。今はこれ世界的な着物デザイナーの斉藤三斎先生の新作を今日のために。どうじゃろうか。素敵、ね、京太郎さんのステージはもうお歌と、そして舞踊の方もそうなんですけど、お衣装の方の楽しみもあるんじゃないかと思いますけど、ね、水着も似合うんです。はあ、知りませんでした。はい、知らなくてもよかったかもしれません。さあ、京太郎さんと山口県警察音楽隊の皆さんのステージ、一昨年の岩国市の岩国市民文化会館でのクリスマスコンサート、はいはい、こちら以来になりますか。そうですね、久しぶりのステージで、やっぱりこう皆さんの演奏を聴いてると、世界中に音楽が溢れたらもっとこう戦争とかなくなるなってことを今日感じながら聞かせてもらいました。そうですよね、なかなかね、こう自分たち、私たちの思う通りにならない世界ではございますけれども、ひととき和んでいただけたらと思っておりますが、さあそして皆さん気になっていらっしゃる方も多いと思いますが、京太郎さんという名前から岡本京太郎さん本名になられたんですよね。はい、今回改名しまして、はい、レコード会社を移籍しまして、今回の新曲が岡本家のファミリーヒストリーの一曲ということで、本名の岡本京太郎になりました。はい、その曲この後またね歌っていただくんですけれどもね、お披露目の方とかを東京の方でもされまして、はい、はい、とってもね賑わったんですけれどもね。さあそれではですね、今日のこの岡山県、警察音楽隊、そして広島県警察音楽隊を迎えてのこの合同演奏についていかがですか。まずはオープニングのドリルのステージがもう圧巻でございました。それと田中さん、それと同時にやっぱりこうして各県の警察の方が365日頑張って頑張って命を懸けてくださってるから、我々のこの平和な各県があるんじゃなということで、もう一度大きな拍手をお願いします。ありがたい、そして照明もちゃんと照らすというですね、はい、はい、素晴らしいあうんの呼吸になっているかと思います。はい、さあ、本日は京太郎さん3曲お願いをしておりますけれども、はい、まず最初に歌っていただきますのが今年リリースされました釜山の風に吹かれて、この曲について教えてください。はい、僕は中学校の時に母親が膵臓がんで旅立ちまして、当時70歳くらいのおばあちゃん、僕のおばあちゃんが約20年間僕の母親代わりをしてくれました。そんなおばあちゃんが、私今から80数年前おじいちゃんと一緒にまだ日本の統治下だった韓国釜山の駅前で岡本旅館っていう旅館をしよったんよ。で、釜山駅に入ってくるたくさんの列車に駅弁を作って販売する仕事をしよったんよ。で、終戦の時に4人の子供を連れて命からがら山口県に引き上げてきたんよという話を聞いて大きくなりました。ぜひ皆さんもご自身のお父さんお母さんとか大事な方を思いながら一曲聴いていただきたいと思ってます。
それでは早速歌っていただきましょう。プサンの風に吹かれて。
した。どうですか、生演奏での歌唱は。いや、ちょっと一見感動して、もううるうるしてらっしゃいますよ。年を取ったら一見ね、感動した。まだまだ若いのに。25です。はい、信じてください皆さん。はい、さあそれでは続いての曲、気持ちを取り直していただきましてお願いしたいんですが、釜山の風に吹かれてのカップリングとしてリリースをされました、この道という曲を歌っていただきます、はい、偶然なんですけれども、うん、あの警察の愛称歌にもこの道という曲があるんだそうです。そうですか。そうなんです。これがですね、うん、警察官の心意気を歌った歌だそうで、うん、警察の皆さんなら皆さん知っていらっしゃる曲なんだそうです。で、京太郎さんが歌われるこの道、これはどんな曲でしょう。はい、作詞が高畑淳子先生、作曲は徳久浩二先生です。今私がいるのは目の前にいるあなたがいてくれたおかげ、あなたがいるから私は生きていきますという、もう本当に今の時代にぴったりの一曲をお届けしました。ぜひ皆さんもご自身の大事な方を思いながら聴いてください。それでは歌っていただきましょう、この道。
一生ついていきます。いや最高、演奏皆さんもう一度大きな拍手を。そしてコーラスはウィーズ小劇少女合唱団の皆さんでした。コーラス隊の皆さん素晴らしかったですね。心が震えました。ですよね、ちょっとやっぱり心強いですよね。そうですね、いつもやっぱりCD で歌うことが多いんです、仕事柄。でも生の音にはかないませんね。あ、改めて紹介します、大谷翔平と申します、よろしくお願いします。皆さんポカンとしてらっしゃいます。10代の方になんて嘘を。はい、さあですね、続いての曲なんですけれども、はい、最後歌っていただきますのが安全安心ふるさと温度。はい、はい、この曲、身近な防犯について分かりやすく、そしてとても親しみやすいメロディーで作られた防犯音頭なんですけれども、作詞作曲が山口県警察音楽隊 OB の原親さん。今日もですね、おそらくこの会場どこかでスタッフとして忙しくこう働いてくださっていらっしゃるはずなんですけど、原親さん、あれ写真お忍びだそうです。原親さんです。原さんの曲で今の僕があります。なんて贅沢な使い方を譜面を持ってきていただきましたけれどもね。さあ、それではですね、この音頭との出会いについて京太郎さんお願いします。はい、今から約十数年前ですかね、原さんが岩国警察にいらっしゃるときに防犯の歌を作ったということで、ぜひ地元の歌手京太郎さん歌ってもらえませんかというご縁で、山口県警の音楽隊の皆さんとのご縁がスタートしてこの曲が生まれました。はい、今回のステージでの釜山の風に吹かれてと、この道今歌っていただきました曲のこのアレンジも原さんがされたということですね。素晴らしいアレンジ、最高でした。はい、そして今日はサプライズですけれども、この曲の発表当時から振り付けと普及に尽力されています岩国市連合婦人会岩国支部の皆さん登場していただきまして、踊りを披露していただこうと思います。では皆様どうぞ。鶴瓶さん、はい、岩国の AKB でございます。ですよ、岩国は AKB で、はい、ではですね、この皆さんと一緒に楽しんでいこうと思いますけれどもね。では皆様ご準備の方はよろしいでしょうか。はい、それでは聞いていただきましょうね。安全安心ふるさと温度、歌詞はお手元のプログラムに載っておりますので、皆さんもぜひ一緒に口ずさんでみてください。ではお願いいたします。安全安心ふるさと温度です。力合わせて守ろうよ、この心を豊
嘘電話詐欺は狙ってる、あなたの大事な財産を。お金の話には騙されず、自分で決めずに相談で安全安心みんなの願い、安全安心みんなで気づき、力合わせて守ろうよ、この心豊かな故郷と。知らない人には絶対についていかないと約束で、子供は未来のただただもの、地域みんなで育てよう、安全安心みんなの願い、みんなで気づき、力合わせて守ろうよ、この心豊かなふるさと。夜の一人歩き、危険がいっぱいついてくる、そんな女性を守る意味は、注意に声かけ挨拶、安全安心みんなの願い、安全安心みんなで気づき、力合わせて守ろうよ、この心を豊かなふるさと。